兄様に出たいセガインタラクティブの宣伝担当カリスマウノ。彼には足りないもの、そうバックバンドであった。このコーナーは49歳のサラリーマンがゲーム情報をお知らせする一方、ゼロからバンドを極めるその一部始終でも、さあ皆さんお待ちかね、オルネットプラスマルチ通称 APM の最新情報をお届けするうのなマッチの時間がやってまいりました。さあご準備よろしいですか。ご案内役この方でございます。どうぞ。APM 宣伝担当、セガインタラクティブのカリスマ、宇野です。よろしくお願いします。宇野だーマックス、宇野だー、よろしい。どうも。すごいでございますね、宇野さんの勢いは。はぁ、ということでございまして、まあ、埼玉スーパーアリーナをね、目指すとか言ってますけど、その、はい、その前になんかほら、なんか路上ライブやるとか、ライブハウスでちょっと小さいライブハウスでやってみるとか、なんかそういう予定とかそういう考えはないんですか。お、目から鱗が落ちたぜ。そうなの。さすが下ネタグランプリ予選を通過した男。臭いな。予選通過したけど決勝行かれへんかったわい。勝ち上がれなかったけどね。何をいらんこと言ってんの。何いらん情報言ってんねん。アメミヤに負けたわ。決勝進出は雨宮って言われた時、雨ザリ2人とも自分ら雨やから、あ、うん、あちゃうんやみたいな、と雨宮かみたいな、雨宮ザリが、あ、おらへんおらへん。何めっちゃ笑ってくれてんの。面白かったですよ、私見ましたけど。面白かったせえない。面白いよ、まあまあ雨ザリはまあまあ面白いやから。そんなことはどうでもいいのよ、はい。また練習 VTR とかあるんですか、今回も。どうなの。はい、それが練習の記憶がないんですよね。どういうこと。もういや、トシどうしたの。仲間内ではそれがしのギターの音色に誘われて、うん、フレディ・マーキュリーが降りてきてそれがしに取り付いたんじゃないかと。ついてないわ。そう考察しております。どんどんパン言うてへんやないか。まあそんな月刊ムーも真っ青な今週の和製ボヘミアンラプソディです。どうぞ。ずっと練習してね。いやね、この1回で撮ったと。悪い、今日低音調子悪いわ。ごめん、ふざけんな。出た。ベース練習してみたら。オッケー、いいよ。もうギターやめんの。ちょっとベースの。いや、ふざけんな言うてた割には。すぐ渡すねんな。なんでガム食うてんねん、あいつ。なんじゃこれ。もう壊れたラジオやん。なるよね。シクラ君のプレイでこういうのあってさ、今度明治行く？行きます。いや、何本分取って何回一回何個に割んねん。何やその貧乏人のうなぎみたいな食い方。何個に切んのよこれ。結構半しんどかったですね。しんどかったね。何本取りやで1日で。千鳥超えたな。すげえな。もういいですから、もうあんなもん。内容はあんたがいらんこと言うてふざけんなよ繰り返しやんか。明治水区行きます、もうええねん。アムロレイ超えたで、あれもういい。最新情報言ってくれ。はい、今週はそれがしが休日の河原で練習して習得したモノマネで最新情報を出します。大丈夫。モノマネ、何のモノマネすんの。お、大きく入ってる、いいね。あのね、うん、明日まだだよ。あ、待て待て、明日まだだよ。いやいやいや、
宇野かおるや何時もいや見たあやばいもうちょっとなんか作らへんのもう一回どうぞあのねおうおうおう足玉なんだよいやいやいやそれ一国堂とどうちゃうの一国堂の時とパチパチパチやないちょっとちょっとやったれやったれちょっと足玉あのねおう足玉なんだよお前もお前も行けなこあのねお頭なおこれこれこれ違う違う違うそれアホ玉なやアホ玉なやそれはアホすぎるいやいやアホすぎるやろもうええ行けはい、ゲームセンターで高評価動中ワンダーランドウォーズからのお知らせです、イベント1つ目リリーフェスタが開催中ですリリーを集めていろいろなアイテムと交換しましょうこちら11日までとなっております次お願いします、修練場にはマメルローから挑戦状が届いています今までの経験を生かし強化されたキャストたちに勝利しミッションクリアして報酬をゲットしましょうこちらも11日までです次お願いしますそしてそして、オリジナルグッズキャンペーン第9弾が好評開催中ポイントを集めて豪華なグッズと交換できる人気のキャンペーンです、さて12月1日に、全国決勝大会が行われ見事北関東代表チームが優勝されましたそして現在新バージョンワンダーランドウォーズ7つ色の冒険探のロケテストが行われております、うんロケテスト開催店舗やロケテスト内容については、公式ホームページやツイッターで発信されていますのでお近くの方はぜひご参加くださいますます盛り上がるワンダーランドウォーズについては、公式サイト等をご確認ください次お願いしますイニシャル D0、対戦強化イベント開催中12月12日までです、全国の橋屋さんたちと、対戦して報酬ゲットしましょう次お願いします走り屋交流会2、1月19日は宮城県ザ・サードプラネットビビ仙台店です、来場者全員にオリジナルアイミーステッカープレゼント次お願いします SWDC2019 稼働記念キャンペーン開催中イニシャル D0 をプレイしたアイミーで、SWDC を遊ぶと土屋圭一氏、織戸学氏のサイン式者限定称号をプレゼントです今週は以上ですはい、ありがとうございますいやちょっともうずーっと横でチャカ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 もうすごい音してましたけどもはぁ何がいやいや、はいあれが何が電源入ってないよまだいや、電源は入ってないけどずーっと電源入ってないから練習してましたけどもねさあ夢トレ見てくださいなんとまさかのこの年末師走に入って2勝差がついているということで宇野さん14勝川岸さん12勝ということでございましてえらいことなってますねこれ、はい、あの先週の勝敗がどこで分かれたか、うんあはいはい、キャラの能力、うん、ゲームの腕前、はいはいはい、練習の差、うん、そんな陳腐な理由じゃないえ違うんですか、はい、これまでいかに得を積んだかそこよそこそうなの、はい、その点それがしは、クソがべったりつくほどの真面目人間それは間違いないその辺は抜かりないぜどう？どこ積んできた？ガードされてるやん。ペットボトルの音ポーンってしたやん。ジャッキーチェンバリの、ね。素晴らしい。得積んできたかって言われてますよ。ね、じゃあ丸さん。得？うん。僕なりに。あ、見てますよ。あっちっち。今日も安い。冷たかったやん。ペットボトル冷たかったお冷ややであれそのあっちっちバリアをこれで僕したつもりなんですけどあれよなんでそこ変えられへんのいや冷てぇ それ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 いやあのねヤナちゃん何ですかこれ年末まで来てやるじゃないですかそうですねでこれ今僕2個負けてるんですよはいで放送的にあと多分3回あと3回、うんそうね、つまりこれで今日負けたら僕の勝ちはもうないんです。頑張ってタイ。まああとだから残回そうだから。あったとして。今日勝って来週勝って。うん。でじゃあだから今日もし負けたらシクラの勝利はないんです。あと3回あったとしても。うん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 。今日負けたらね。分かる。だからもうこれでもう、ま、次マジック点灯しちゃうんです。やばいってことですね。もう確定しちゃう。うん。まあ、だからその例えばだ今日めちゃこれ重要なのそうまあもちろんそういうことになりますね、うん、だ今日負けられない絶対勝たないとダメですでこの人空気読まないからはいそうですだからもう必死なわけそうですよ、うん、今回も
今回も、うん、あこいつマジやってすぐ分かりますからでしょ何使うかによってマジで、はい、俺それ知らされてないからそうです僕はあの知ってますから何使うかさあそれではゲームプレイ行きましょうじゃねえんだゲームプレイ行きましょうこっちはもう年末までのことを考えて頑張ってるんだよじゃあブレイドストレンジで行ってみよう行きますかいやなんか変なプレッシャー感じちゃったなんとなんといやだから今日負けたらもう俺ね、あとないんだ野さんは誰を使うんですかはい、私はですね、もう全部使い尽くしてしまったので唯一使ってないこいつをお前舐めてんな来ました俺のエミコとうとうここへ来てのエミコエミコそして川木さんがシンクのキャラ今回も 3回ですね2回いやなんか早いそうよしさあ何日か前に見たやべえなんか入ったおお壊した投げろおおジャンプ力が強いんですよおー、カギさん負けてないどうだあ、やべえ危ねえお、落ちたじゃんやばいやべえあ、どっちだどっちだどっちだ勝ってる勝ってる勝ってるよしよしよしあぶねすごいベビースターぐらいの隙間しかなかったね、今えらいこっちゃあっ今度倒れてたが家に入らなかったまずいさあ柄の悪いガギシャンクを打っている入るかあよしよしなんで入んねえんだあ決まるかやべえダブルでキャンセルおお、なぜ後出しの方が強かった後出しの方が強かったもういい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ あ、 やあそこ、あっという間すごいなさあ、これで1対1おっと、銀座からやってきたのでしょうか川岸屋とどうだうわやべえなでもこれはガードできちゃうすごい隙がでかいんですね発動するのがおっと隙がおこと解説まで隙がでかいんですねジャンプで勝利チクショウ狙っていたがはいやべえ追い込まれてあーおーあ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 ー負けてる負けてるさあリーチまずい川岸リーチさすがにエミコでは無理だったか怒らせたかジャンプあー何してる暇がないどうだ冗談じゃねえ赤まだ入らなかったまずいマイパスマイパスやばいここで昇龍あ昇龍よりそっちの方が強いんかいおお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 これが入らないですね。これが入らない。入んねえのかい。これは入るだろう。入んない。なんで防御を覚えたお前は。やばい。やばい。あ、頑張れ。よし、よし、いける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 。お、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、まずい。よし。どうだ。あ、入った。見せた。見せた。
ぜ三角形あごめんなさいなぜ三角形どこのどこのちゃんと見てるねちゃんと M1 見てるねかまいたちありがとうほら言うとる早いか素晴らしい、ね、決めたあのね対戦のレベルが確実に上がってるんで、うん、もうこれをこの番組のメインのコーナーにもはや、ええ、ちょっとあのカーリスともやっとまばたきしたみたいな感じ あのね本気で僕ら練習してきてるんで、あのこの人も本当に強い。なんかもうちょっと分かってますよね。ここは当たらない。うん、これだから小さい声で隙が多いんだよねみたいな。そう。あの硬直時間の問題とこの技とこの技がぶつかった場合はこっちが勝つっていうその問題と、あとはね防御をちゃんとしてるんですよ。ちゃんと完璧でしたね。大技のほとんどが僕あのもう一回あのタイムシフトで見てもらえば分かるんですけど決まってないの。決まってなかったですね。それが悔しくてね。すごいですよ、もうただ最後は大技で決めたけど、ね、あれ素晴らしかった、見せた、見せプレイいや、2-2 まで持っていったのも全然計算じゃないからね、もう 1-3 で勝つつもりでいったから、うん、素晴らしかったですけど、宇野さんいかがでしたか。いやもう最後のとどめに大技ちょっと屈辱ですね。あれおっと、おっ と, るとはこれでまだ僕の勝利は残されてますか。そういうことですね、今ので14-13ということでございまして、さあ年末までどういった戦いが繰り広げられるのか、まあ、ここだけ見てくれてもいいぞ番組もだいたいもう年末最終ね、今年最後の回がもしかしたらもう1時間の宇野生特番でいいかもしれない。そうなるかもしれない本当に、はい、ああ宇野生杯、そう宇野杯、宇野杯、いやいや宇野さん偉くなってるじゃないですか、それだったらだね、宇野杯になったらだね、ゲッチャ杯か、そうそうゲッチャ杯でございますよ。いや素晴らしい戦い、今後の展開に期待いたしましょうということで、以上宇野生バックス、宇野さんどうもありがとうございました。負けちゃったの方の罰に見えるな。目指せ大冒険。